ちょいよ。ビッグカメラ。現場 あのスタッフさんとかが、すごく優しくて、すごく、やりやすい、環境の中で、やらせてもらったので、すごく感謝してます。今回初見のお二人と一緒に写真を撮らせていただいたんですけど、友達感覚で話した、喋りながらあの写真が撮れたのですごい良かったです。スタッフの皆さんがあの親切に優しく対応してくださったんで、緊張もあったんですけどやりやすかったです。ありがとうございました。撮影終わったね。イエーイ。回してください。お待たせ。久しぶり。元気だった。いや最初は緊張したんですけど、後からどんどんあの現場の空気も来て緊張がほぐれていて楽しかったです。あの笑顔も素敵で、なんかその時だけ彼氏みたいな感じです。将来はなんか演技にも興味があったんで、今回こういうことができてすごく良かったんですけど、もともとダンスとか歌もやっていて、だからなんかオールマイティに活躍できる影響力のある人になりたいです。よろしくお願いします。さっきの最初の対戦になって行きます。おー、めっちゃいい。そう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 、はい、カット OK。 はい、ありがとうございます。いい経験になりました。そうですね。めちゃ綺麗なと思っています。社会人になって就職することですね。ちょっと一歩前に来るのでそこだけ。あ、分かりました。ダンスのクルーは九州男児とコーヒーショップに入ってます。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。なんかめちゃくちゃこうロケーションが良くて、特になんかダンスが映えるような場所でとてもやりやすかったです。あのレッドブル BC1 っていう個人での世界一を決める大会があるんですけど、それで優勝できるように頑張ってます。Today I was really happy and it was a great experience. ありがとうございました一日。なんで泣けないんだろうって思いながら泣きそうでした。